昨年度2冠王にして WBC でも活躍した山川穂高、以前から史上最多3度の三冠王に輝いた落合博満を一番尊敬するバッターだと公言する山川は、シーズン中にもかかわらず山川たっての希望でテレビ対談が実現した。落合への思いは野球少年そのもので、自らノートに30の質問を準備して臨んだ収録は実に3時間以上にも及んだという。それに対して落合は型破りな俺流アドバイスを連発した。この時山川は両リーグトップの本塁打打点だったが、対談後成績は急降下した。そこで今回は落合との対談で不審になったと言われた山川穂高の真相と、最近発覚した山川の事件に対し、数年前に落合が予言していたかのようなある言葉について語ります。お人よしのアグー。西武ライオンズはデブを育てるのがうまいとよく言われる渡辺久信 GM に聞くと、特別なものは何もありません。ああいう体型の彼らがプロの世界でしっかり仕事ができているのは本人の努力に他ならないと答えた上で、選手一人一人にやりやすい環境を与えるのがチームと付け加えた。渡辺 GM の言葉通り、山川は高校時代から練習の虫と言われてた。山川の打者としての才能はもちろんだが、練習量は嘘をつかなかった。西武ライオンズきっての人気者、山川のニックネームは地元沖縄の豚にちなむアグー。身長176センチ、体重103キロ、1日にコーラを 1.5 リットル飲むことが記事にされたり、ホームランを打つと奥さんにステーキを作ってもらえることが有名。遺憾なくデブキャラっぷりを発揮している。元チームメイトで今年からオリックスの森友哉とは同期入団で仲が良く、自分より年下ながらおいデブなどと呼ばれ、よくからかわれている。それでも森の運転手まで務めるお人よしぶり。豊かな表情とド派手なホームラン後のドスコイパフォーマンス、まさに西武のスターと呼ぶにふさわしい存在となった。そこで今から遡ること約4年前の2019年、前年ホームラン王の山川穂高は憧れの落合博満と対談した。同じ右打者でもある期待の大打者を前に緊張感が隠せない山川。山川が起立して迎え入れる中、落合はいつも通りのひょうひょうとした表情で、まあお座りと声をかけ、夢の対談がスタートした。禁断の俺流との接触。去年初めて一軍で全部出ることができて、監督さんに使っていただいてと、まだ若かった山川が言うと、落合はいや、その使っていただいてはやめなとのっけから落合節が炸裂した。それは監督が必要だから使ってるんだ、それで必要じゃなくなればユニフォーム脱ぐか出されるかどちらかなんだから、必要とされてるんだから使っていただいてという言葉はやめなさい。早速の落合の俺流先制パンチに山川はすいません、ありがとうございますと返すしかなかった。そして一昨年に途中から出てきてね、これ本物なのかどうなんだろうなって見てて、去年ホームランを取って、ああ本物なんだと思いながら、落合は若き山川を本物と認めていた。2018年、山川は覚醒しパリーグ MVP と初のホームラン王を獲得した。山川選手の質問に答える形で対談は進み、話は革新のバッティングの具体論に、落合が山川に素振りしてみなと実際スイングをさせた。お前すげえな、よくそんな打ち方で打つな、俺その打ち方だったらホームラン10本打てないとダメ出しをした。山川は僕は一応20本は打ってますけどねと苦笑いしながら答えるしかなかった。その後落合は自らバットを持ってスイングし、軌道を実演してみせた。本来このような対談はシーズンオフなら良いが、シーズン中にしかも極めてナーバスな部分に切り込んだ。山川のバットの軌道は肩からではなく体の後ろを通している。一方落合は体の後ろを通さず肩口から振り下ろすのが基本だという。俺の中でのバットの場所が山川とは違うもん、俺は絶対に後ろから出さないもんと落合は言う。
それに対し山川は、落合さんの映像を見たら後ろだと思ったんですけど、後ろじゃないんですかと落合に問うと、そういう風に見えるんだ、これが実像と自分のイメージとの違いであると答えた。さらに山川は、結局落合さんは軽く振るところに到達したってことですよねと問いかけられると、落合は笑いながら、いや俺は一生懸命に真剣に振ってるんだってと断言。ここでも山川らしく、あ本当ですかすいませんと慌てて謝った。落合はなおも笑いながら、冗談じゃない、この体で軽く振ってボールが飛ぶわけがないじゃない。終始落合らしいのらりくらりした俺流のペースで対談は進んだ。落合は最後に、いろんな人と話をするのは良いが、ただ鵜呑みだけはするなよ、自分に会えば良いけど会わなければ否定するんじゃなくて黙ってそっちに置いておきなさいと落合らしいアドバイスで締めくくった。そしてさらに口を酸っぱくして言うようだけど、今年は何もしないでくださいね、お願いしますよ、俺は責任取らないよと念押しした。山川は苦笑いして、大丈夫です、はい絶対そこは言い訳はしませんと言い切った。俺流の影響は。しかし落合との対談後に山川は調子を落とし、4番も外された。なおもこの対談が原因ではない方の質問に対し山川は、僕が不審になったのは落合さんは一切関係ないです、正直あの対談をする前からかなりひどい状態で、自分はすぐお願いしましたよね、落合さんとの対談をとにかく早くしたいと、そこから何かヒントを得て復活できないかなと、僕が早めてもらったのでそこから調子が落ちた部分もあったので自分も気になっていたんですけどときっぱりと反論した。プロ野球選手は小さい頃神童と言われ、学生時代でも天才と言われ、プロ野球界に鳴り物入りで入団した選手がほとんどだ。入団後チームの顔となる選手は一握り。対談で落合は言う、生き残るためには人が寝てる時にバットを振って隠れているところでどれぐらい練習量を積んでいくかっていうだけのこと、練習が一番大切、それしかないと落合が言うと説得力があった。ナイトゲームを終えたある日、山川の姿があった。試合終了後ほどなくしてバットを担いで室内練習場に向かい、打った日も打たなかった日も山川は同じように振り込み続けた。球界を代表する天才スラッガーの2人、お互い通ずるのは練習あるのみだった。練習に練習を重ねた二冠王山川は2019年ホームラン王を取ったが、後半からの不振から脱却できないまま長い低迷期が続き、そして2021年の開幕戦を迎える。札幌ドームでホームランを放った直後、一塁ベースを回った際に左足のハムストリングを肉離れした。復帰後は早く結果を残さなくてはと焦り、8年目は打率2割3分2厘で終えた。長いトンネルに迷い込む山川に SNS にはネガティブな声があふれた。目にするたび見返してやると反骨心を燃やした一方、どうしても受け入れがたい現実があった。2018年に全試合で守り抜いた4番から2021年は8番まで降格したことだ。屈辱でしたね。何も1軍を知らなかった3年目までとは違うので、4番を続けてホームラン王と MVP を取って優勝したこともあるので、そこから去年は8番になってふざけるなと思っていました。そのプライドがなくなったら終わりだと思うので、不調が原因で8番を打っている自分にムカついて、それでも打てないので最後は自信がなくなっていましたねと語る。2年に及ぶ不振の入り口は打つポイントを変えたことだった。裏を返せば向上心の表れでもある。僕はバッティングのことを朝から晩まで考えているので、球場に行ったらそれを真っ先にやりたくて、僕の場合打った時期があるので絶対これを超えられると思っていたので、紆余曲折で迎えた2021年最終盤、山川はやっぱり前かなとたどり着いた。ラスト6試合は19打数8安打3本塁打猛打が炸裂し、確かな手応えが残った。前といってもいろんな前があるけど、僕はピッチャーが投げた瞬間に振るくらいの感覚を持っていて、最後にそれで打ったら打ててて、監督からしたら
ほらなっていう感じでしょうね。でも難しいですよ。それを自分の感覚として持っておかないと長続きしないので。バッティングに正解はない。しかし一つ確かに言えるのは、苦しんだ2年があったから前で打つに戻ってきたということだ。山川は2022年シーズン自身初の2冠王に輝き、落合との対談後からの長いスランプから脱した。2022年8月、落合は自身の YouTube チャンネルを更新。日本球界を代表する打者の打撃フォームを俺流の視点で分析する企画だ。第1弾はもちろん山川穂高だった。その時本塁打打点の打撃2部門でトップに立つ山川。連続写真を見て解説を求められた落合は開口一番、解説のしようがないじゃない、特徴と山川の連続写真を見ての解説分析の難しさを指摘し、苦笑いを浮かべた。スタッフにぼやきつつも、この山川のバッティングっていうのは本人独特のバッティングであってね、そして右肘の始動部分について完璧にアッパースイングに入っちゃってるからね、それで飛距離を出せるんだから、これはこれで本人に合ったバッティングなんだろうとは思うと唸った。その上で、しかしよくこれで打てるもんだわとまじまじと山川の連続写真のフォームを見て驚嘆のため息をついた。これは大谷もそうなんだけどね、うん、これはこれで打ってるんだからよしとしなきゃいけないんじゃないかなと、エンゼルスの大谷翔平の名前も出し、落合の目から見た現代のアッパースイングに対して理解を示した。そしてこの打ち方は決して真似ができるものでもないし、山川本人も説明できるものではないと断言し、さすがの落合も脱帽するしかなかった。山川の隠れてしたこと。2019年の対談で今最も気になることがある。一番感心したのはね、お前結婚したんだよな。その問いに山川ははいと素直に答えた。山川は富士大学時代の1学年先輩のソフトボール選手だった女性と7年の交際を経て2017年に結婚した。落合が続ける。結婚して練習したいから西武ドームのそばに住まいを構えたと、必ずグラウンド出てくる前にそこで打ってくると、それを言った時に、これは野球の中で体勢はするんだろうなと、全てのサイクルを野球に回しちゃったんだろうね。だから数少ない選手だと思う。生き残るためには人が寝ている時にバットを振って隠れているところでどれだけ練習量を積んでいくかっていう、それだけのこと。それを実践してやってるっていうんだから、これを捨てたら終わるだろうな。落合も山川も練習に練習を重ねて数字を残したことが最大の共通点。大先輩の金言に山川ははいと神妙な顔でうなずいた。確かに山川ははいとうなずいた。隠れたところで練習もやっていた山川は他のこともやっていた。大谷翔平のように全てのサイクルを野球に回していなかったのだ。落合の最後にこれを捨てたら終わるだろうなという言葉が今となっては響く大事件を山川は起こした。山川穂高の過ち、突然の事件だった。山川は5月12日に出場選手登録を抹消された。球団側は総合的に判断してコンディション的に抹消と理由を説明したが、事実上の山川の無期限謹慎と言ってもいい処分に、渡辺久信 GM は今は捜査の推移を見守っている段階なので何も言えることはないと話した。プロ野球は青少年に夢を与える存在であり、真相は分からないが、相手女性との言い分の認識違いであれ、今回の不用意な醜聞騒動で失ってしまった信頼は大きいと言わざるを得ない。もう一度豪快なドスコイが見えることができるのか復帰を期待したい。